草津町議会は群馬県草津町に設置されている地方議会である。草津町議会の定例会は毎年6月、9月、12月及び3月に招集され、その他にも必要に応じて臨時会が開催される。草津町議会は議会改革の一環で本会議の様子を YouTube を使いインターネット配信を行っている。市町村議会議員任期満了日。 一覧市町村の概要市町村情報、県政情報トップページ、最終更新日、2021年3月1日、群馬県、HP ハット、草津町議会本会議中継録画配信議会、草津町議会本会議中継録画配信草津町、HP を参照。あずま広域町村県の関係機関あずまの、観光庁キララアガツマ HP。 草津町議会議員名簿草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第2条別表を参照草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項第2項基準日現在において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を常時定た額を合算した額に6月に支給する場合においては 100分の225、12月に、支給する場合においては100分の250を乗じて、得た額を参照。お参照。草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償、等に関する条例、第2条別表を参照。草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償、等に関する条例、第4条第1項、第2項基準日現在において受けるべき。 議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の250を乗じて得た額を参照。草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第2条別表を参照。 草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項第2項基準日現在において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に6月に支給する場合においては100分の22512月に支給する場合においては100分の250を乗じて得た額を参照 草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第2条別表を参照草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項第2項基準日現在において受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の20の割合を常時定た額を合算した額に6月に支給する場合においては 100分の225、12月に、支給する場合においては100分の250を乗じて、得た額を参照。草津町議会議員の議員報酬及び費用弁償、等に関する条例書は四46年12月23日、条例第34号、平成22年7月1日、四国草津町令期集草津町 HP 議員、報酬等の減額措置条例の有無は、 未確認。草津町選挙、選挙 .com HP 草津町、自治体、トップ、政治ん HP。ありがとうございます。